本物の芸術文化に触れることによって豊かな創造性や人間性を育むことができます。今回の街角建設は子どもたちへの芸術教育についてお伝えします。県ではこれまで子どもたちが本物の芸術文化に触れる機会を増やそうと小学生までを対象にプロのオーケストラや警察・消防の音楽隊などによるコンサートを開催してきました。今年10月からは新たに中学生を対象とした出張音楽堂を開始、今月はあわら市文化会館で開かれました。このコンサートでは子どもの鑑賞能力を育て、より深く音楽に親しんでもらおうとプロのアーティストを中学校に派遣し、全校生徒を前に演奏を披露しています。3年間かけて県内すべての中学校で開催します。登場したのは全国の演奏会で活躍する福井県出身のアーティストたち。ピアノ、マリンバ、フルートの演奏で映画のテーマ曲などを披露。生徒たちは3人が奏でる美しいハーモニーに熱心に聞き入っていました。 CD だと聞き取れない部分とかたくさんあって、ビブラートもきちんと聞こえたのでとても良かったです。吹奏楽部でサックスフォンを演奏させてるんですけど、気持ちをちゃんと込めてるのが聞いててものすごい良かったので、私も吹く曲に気持ちを込めてやりたいなと思います。また県では学校での部活動やクラブ活動への支援も行っています。小学校や中学校に新たな弦楽器クラブを設け、県から楽器を貸与するとともに、小学校のクラブ活動や中学校・高校の部活動に対してプロの演奏者による指導を実施、新たな奏者の育成や弦楽部のレベルアップを目指しています。こちらの朝日小学校では1年前にバイオリンクラブを設置。10人が所属し、月に2回、県内外で活躍するプロのバイオリニストから学びながら技術を高めています。子どもたちは校内の発表会などで演奏を披露しています。音楽はもちろん、日本画や演劇、書道などさまざまな分野の芸術教育を推進。一流の芸術家を招き、子どもたちが直接指導を受ける機会を設けています。子どもの頃からの芸術教育によって、将来福井県から新たな有名アーティストが生まれるかもしれませんね。ぜひお子さんとご一緒に県立美術館や音楽堂などに足を運び、芸術鑑賞を楽しんでみませんか。いいね結婚福井キャンペーン実施中。皆さんのキュンとくるエピソードをもとに結婚の良さを伝える5つの CM を作りました。結婚してよかったこと、一緒に笑えること、一緒に頑張れること、一緒に歩めること、家族っていいな。いいね結婚福井。ホームページでも配信中です。ぜひご覧ください。